いやどうもフレッチです。今回も無双スターズ進めていきたいと思います。さあ今回は決戦ぶつかり合う新年とうとう、エンディングになるのかな、この刹那編のとおぼしきね、シナリオを進めていきましょう。とりあえず神器が揃ったので、あとは四季の月光玉かなのみと、ここによって世界の運命を決める決戦がついに始まるっていう感じだね。四季さんには本当のことを話さないの？いや、四季は頭のいいやつだ。きっと俺の考えなんてお見通しだろう。それでも何も言わずに立ちはだかるなら、あとはぶつかり合うしかない。英雄さん、みんなには迷惑をかけっぱなしだが、どうか最後まで力を貸してくれ。この世界に永遠の平和をもたらすためにと。そうだね、刹那はそのためだけに戦ってきたもんね。プライドもね、何もかも捨ててみんなの犠牲になるべくやってるからな。もうこれはね、英雄たちも後腐れなく戦えるね。さあ味方にはね、前回仲間にしといた織田信長、霞、マリーローズ、ミレニアと面々が揃いましたね。で四季さんが奥にいてと、なかなか相手英雄がいないように見えるんだけど、どういう展開になるだろうか。どうも静かすぎる。気をつけて進軍しよう。敵硬っ。早くレベル上げないとな。久々に使うか、ウィリアムさん。よし、オッケー。いい感じだ。ブレイブレベルも上がったし、進むか。このまま行くと絶対何かイベントが起こるよな。それは今までもやってきた無双の振り返りからしても察せれるよ。当然の展開だからね。まあいきなり行くっていうことはせずに周りに拠点取っておこうか。何か起こるのは明明白白よ。俺が相手になろう。行くぞ。た。これ終わったらね、次回はね、もう一個なんか違うルートに進むわけなんだけど、これってね、新エンドっていうね、全キャラが仲間になるエンディングがあるんですよね。うまくいったな。次回はそれ進めようと思うんで、玉木ちゃん編でそれ目指そうと思います。それ目指しちゃうとなんか玉木ちゃん編のエンディングが多分見れないと思うので、条件がね全然違うから、まあ、そういう感じでいきましょうかな。ってことで、まあ超運とか使わせてもらおうかな。おー、かかったか、刹那。大丈夫だ、分かっていた。ここで一気に勝負を決める。やはり罠だったか。こいつ倒しちゃう。一旦本陣へ戻ろう。道中味方をできる限り救出するんだ。痛い痛い痛い。倒れながらジャッジメント。全然食らないね。ウィリアムさん頼んだ。みんな続け。敵の強を突く。まずいぞ。卑怯と言われようとこの先へは行かせん。言ってるんですよ結構。あ、もうちょいなんだ。倒そう。これ大きいんじゃない。4人スクエーカー。ちょっとじゃあ近い方から行くとしたらこっちか。あれは指標の1個なのかな。あいつらいいんだよ、別にレベルがね6あったからさ。私は低いんだよ、まだ始まってすぐですからね。俺が相手になろう。行くぞ。じゃあこれ使わせていただきますよ。行くよ。力を貸して。力を貸せみんな。フィニッシュ。グッドラック。とりあえずこいつを倒すために使ったわけなんだよね。あとはもう敵倒しながらさ、味方の方進んでこい。やばいね、もう全然倒してないね。さあこれを含めても300いくか、あ、400いった。ギリ400いってないか。まあ今ので6までレベル上がってきたんで、これでいけるね。私はどうすれば。ヘリニアさん大丈夫？対極に位置してるな。
ここは何やってるの？この世界を救えるのは四季殿だ。私はあの方を守り。ごめん、四季のルートを知らないからさ、まだ何とも言えないんだ。四季には心から協力してくれる奴がいるんだな。我が勢力の天下は目前。邪魔する者は誰であろうと許さん。織田信長公、やはり私でもって。いざ参る。なんか会話があるんだけど。ごめんなさい。あ、中村一緒でよかった。手加減できません。焼きと血の匂い。アーナスが戦ってるのか。あいつがいてじゃザクは人だまりもないな。そうだよね。ミレニアさん、しまった、救えなかったよ。さすがに4人全員救おうっていうのは虫が良すぎたのかな。よし、いい感じだ。まあでもあれ、救うっていうのはサブで、出てきた敵を全員倒すっていうのがメインのやつなので、まあまずそれを進めようか。でもあそこも救援なら4はいけるんかな。これ誰がいるんだ。有馬でしょ。味方は誰がいる。お前たちは何も知らない。四季の目的もこの世界の真実も教えてもらってないんですよね。それを聞かないとどうしようもないんだよね。話さなきゃ分かるはずはない。そう教えてくれたのは四季なんだけど。めちゃくちゃ助かる。四季にも責任の一端があるか。アーナスさんの力って不思議ですね。よし、いい感じだ。私こそ世界最強の騎士だ。とりあえず44は達成したね。無双の騎士っていうとこだっけ。あとはね、英雄がナオトラとかが各地にいるだけで、ね、今の式にそんな甘い戦い方は通用しない。一丸となって四季の陣に突っ込む。みんな最後の力を俺に預けてくれ。オッケー、四季の元に行こう。後腐れもないように、ここだけは取って。相手は動いてないようだからね、言うが。ここでこっちが準備させてもらってね。よし、いい感じだ。行くぞ。悪くない働きだ。ありがとう、レグリナさん。うまくいったぞ。マジか。敵がいるもんだとは思ったけど、んあんなにいたんだ。ナオトル絶対あれ降りるよね。右からぐるって回っていけばよかったのか。これってさ、三国無双のなんだっけ、孫権が死ぬ戦いがあるんだけど、そのイベントマップではない。高陵とか、高陵じゃない、高架か、その辺のマップだね。だいぶ手こ入れされてるけど、なんかおおよその配置がそれと同じですね。私が今言った。俺は覚悟を決めた。力を貸してくれる仲間もできた。そのようだな。兄代わりとしては喜ばしいこと。やばいやばい。お前を王にするわけにはいかない。だろうな。だから力で決着をつけよう。四季、これが決着ってわけだね。やはりならこっちも容赦しないぞ。運にかけよう。あー、チョキならよかったな。チョキでそのまま使いたかった。いくぞ、ウリアムさん。恨まないで。オッケー、アーナスやったね。出てきたあんたが悪いんだ。素晴らしい剣。まだ剣が触れる。敵がいるぞ。すまない。あ、神器は俺がもらう。終わったね。謝るのは私の方だ。すまない、お前を守ってやれなかった。やっぱそういう感じ、全員役じゃないんだね。いいんだよ四季。並んで。お前はずっと俺たちを守ってくれてたんだから。背中を預け合う感じね。さあ、四季のね、宮中、宇宙も初めて分かったかな。とりあえず話とムービーがあると思うんで、それを見てね。
行きましょう。エンディングローラーも今回見ずに行こう。さあムービーか。代々の王を守りし神器を我に異界の力を捧げよ。温かい、これがみんなの思いか。清らなる泉よ、そして神器よ、新たな王が命じる。汝らが誠の力で雨土にあまねく祝福をもたらせ。泉は俺を受け入れてくれたあなたたちのおかげだ。ありがとう。今こそ恩を返す時だ。頼む、異界への道を開いてくれ。みんながあるべき場所へ戻れるように、なすべきことをなせるように。俺は永遠に守り続ける。あなたたちが守ってくれたこの世界を。さて、王となった刹那、あの感じだと泉のねパワーとなるべくもう消滅したって感じなのかな。代々寿命が短いっていうの説明はあったんだけど、もうそのまま消えちゃったっていうこと。英雄って呼ばれるのは恥ずかしかったけどね。英雄たちは元の世界に戻っていったということだね。いやー、一応ね、私2回目のこのエンディングロールですよ。飛ばしてもいいかな。飛ばしましょうか。これはまあセーブしてもいいやつだね。さあ、でこれを引き継いで次回は違うルートに行こうと思うわけですよ。ですね、それがまあ新エンドなんですけど、新エンドはなかなか条件がねあるので、たむきちゃん編で新エンドに向かおうかなと、次回からね思ってます。ということで、じゃあまた次回もお会いしましょう。